ご命令を。みんな力を合わせよ。闇取引しようとして商い使ってしまったのは内緒で。取引を行いましょう。ありがとうございました。久々に間違えてしまった。みんなの力合わせよう。強行28日。中の城取れましたね。これで2個目取れましたね。2個目おめでとうございます。プコメント争いと2個目のお城をかけたんですね。わかります。兵数回復させるために部分入城させました。ここで合流をし出陣します。進め。6300になりましたので多少当たってもなんとかなると思います。行きます。進め。毛利とはまだ遠いので当たることないので毛利に着きます。助立ちいたそう。かたじけない。あれ、さっき6000だったのに6700に増えてる。当たる寸前でお城から合流させるとは北条さんしかない。みんなよくやってくれたな。くちほどにもないね。勝てた、よかったです。おまけに即ピロでした。さっきずるい卑怯と言ってたのに急に手のひら返して卑怯ですね。とりあえず5000もここのお城に兵がいるので持っていきます。そういえばそろそろ500人いきそうですけど何かしてくれるんですか。何か要望があればやってもいいですけど何かありますか。試練後スチームに出てましたよ。あ、あれはもうやらないですよ。行きます。ゲームパッドとか持ってないですし、自分がやるより自分の知り合いの土井大輔チャンネルのディーゼルさんがやってくれますよ。もう10年以上前からライブ配信の仲間なので大丈夫ですよ。試練に関しては腕もありますし、ジャージャー騒ぐところとか面白いです。北条さんには勝てますね。自分もよく見に行っていますよ。ただ欠点はライブ配信者なので動画の編集しないので結構が長すぎるんですよね。北条が信玄さんに向かって大軍を派兵しているのでこっちも小詰めを用意しておきます。確か北条が1万8000で攻め込んできているのでこっちが2万用意できれば勝てるでしょう。北条さん、富士吉田に向かうとか何考えているんだろう。疑問です。さっきは1万8000だった部隊が2万4000になってるし、ま、勝てるとは思いますけど卑怯です。たわいもないものだ。3個目ゲットです。かたじけない。いい感じです。このまま北条さん滅ぼせますか。どうでしょう、戦争期間もだいぶ経ってるはずなので壊滅まではちょっと厳しいかもですよ。そうすると最後の1個のお城他の家に取られちゃいませんか。それもあるので八王子を何としてでも取りたいんですよ。進め。八王子さえ取ってしまえば富士吉田を囲むことができますので、講和している最中に北条攻めされても北条の武将を全部取れます。取引を行いましょう。ありがとうございました。力を貸してやろう。助立ちいたす。
敵が我が領内に向かっております。ちょ、剣心、今攻めてくるとか、ちょっと忙しいんでもう少し待ってて欲しかったんですけど。行きます。しょうがないな、北条に向かう部隊を回すしかないですね。出陣する。通常に剣心たちと戦う部隊を用意します。智則様じゃないですか。はい、確かに智則様ですね。今回は珍しく総大将として出てきてくれたんですよ。ということは察しました。弱い部隊ということですね。いや、総大将が変わったので強い部隊になりました。行きます。出陣する。周辺確認したところ多分ミノワくらい行けそうなので行ってみます。失敗してミノワに兵が戻れば儲け物ですし。八王子はどうだろう。結構前に出兵したので戦場覚えていませんね。3個歩いてしまったんですね。バカなの。勲章五部を持って城となす。これでよい。勝ってますね。ってことは戦場有利ってことですね。覚えておきます。我が義を示す。こっちも覚えていません。バカだから仕方ないですね。負けたということは戦場は不利だったんですね。手を打ちましょう。我に続け。では、後ろにいた部隊に潰してもらいましょう。我が義を示す。うわ、剣心3万7000の国衆の農兵精錬、これは叶いませんわ。逃げ出したい。周辺地域にもごっそり兵が出せる場所もない。とりあえず様子見して状況次第で国境警備かな。守らざるところを攻めるが城攻めの極意を。八王子落とせたので富士吉田を囲うことができたので、これで北条と一行はしても大丈夫になりました。いざ参るぞ。戦場は引き分けなので武将の差で勝てないかな。行ってみます。行けー。知ってた。ぷ、6000 vs 8000にでしたよ、その戦場。知ってたなら教えてくださいよ。ケチですね。教えてあげる筋合いないですからね。江戸方位で184日。これ無理ですね。一気起きますよ。報告いたします。先月の収支です。細川さんと同盟結べるので結びます。どうせ12ヶ月ですけどね。かしこまった。神殿が行える勢力が結構あるので、神殿を深め同盟を結んでいきたいと思います。承知いたしました。上祖壁さん同盟結べますよ。神殿80増えていましたね。同盟後で結んでおきます。かしこまりました。上祖壁さんと同盟を結んでおきます。かしこまった。また12ヶ月ですね。
取引を行いました。ありがとうございました。